はい、七尾市の中島町にいます。今朝はですね、厳しい冷え込みでしたが、昨日までの雨は止み、今は少し寒さが和らいでいます。こちらの道路は能登半島の大動脈、国道249号です。奥の方に進むと被害の大きな珠洲市などに行くことができます。道路をよく見てみると一部の舗装が新しくなっているのが分かります。この道路、昨日までは道路脇の乗り面が崩れて通行止めとなっていましたが、復旧工事が終わり今日から通れるようになりました。崩れた乗り面はブルーシートで覆われていて、再び崩落があっても被害を抑えられるよう大型の土のうが積まれています。地震の被害が大きかった奥能登のエリアへの道路状況は改善も見られ、渋滞もこのエリアでは少しずつ解消されています。一方で今日街の様子を取材していますと、町内放送で家の鍵をかけて貴重品は身の回りで管理するよう注意喚起がされていました。また消防団の方に話を聞いてみると、家の前にブルーシートが突然置いてあり、そのシートを使ったところ高額な請求をされてしまった人がいるとのことでした。地震災害に便乗したこういった悪質な事例について、市の方では手が回らず実態が把握しきれていないということでした。1日に襲った地震の被害から10日が経ち、被災地では新たな悩みの種を抱えています。